アリー・ハーンことアドリアンス・ハーンは、オランダ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは DH、CB。アヤックス・アムステルダムやオランダ代表の選手として1970年代の栄光を支えた人物の一人である。本来、守備的 MF を務めていたが、1974年の FIFA ワールドカップ西ドイツ大会では、 センターバックのレギュラーのリヌスイスライルが負傷したことにより急遽このポジションを務めトータルフットボールと称賛された攻撃的なチームを守備面で支え大会準優勝に貢献した。翌1978年の FIFA ワールドカップアルゼンチン大会では守備的 MF としてプレーし2次リーグのイタリア戦と西ドイツ戦ではセンターサークル付近から ロングシュートを決めこの強敵たちを下している。現役引退後は指導者の道へ進み、主にベルギーのクラブで監督を務めた後、2002年に中国代表監督に就任、2004年のアジアカップ決勝では日本代表と対戦した。しかし、同年11月に行われた FIFA フフワールドカップドイツ大会アジア一次予選で、 クウェート代表に敗れ予選敗退となったことで辞任。2006年6月に2年契約でカメルーン代表監督に就任したが2007年1月に辞任した。2008年1月から2009年4月まではアルバニア代表監督も務めた。その後アルバニア代表監督を辞任し、中国スーパーリーグの重慶力母と半年契約で監督に就任した。ありがとうございます。